どうも皆さん、はじめまして、N よしと言います。本日の動画は広島の宮島にある厳島神社の大鳥居を VR カメラで撮影しました。なお VR カメラは自撮り棒に取り付けて撮影しているため、2メートルぐらいの目線で撮影しています。こちらの大鳥居の大きさは約 16.6 メートルあります。また上部中心にある額には海側は厳島神社、厳島神社側には厳島神社と書かれており、記載されている文字が違います。重さは約60トンあると言われています。根元が海中に置かれているだけで、鳥居の重さだけで立っているとされています。大鳥居まで歩いていくには干潮時で、なおかつ潮位が100センチ以下になるため、毎日行けるわけではありません。そのため宮島に行かれる際は干潮時の時間と潮位を事前に調べてから行くことをお勧めします。では今回の動画は以上となります。よろしければ他の動画もご覧ください。じゃあのー。